じゃあ学年は一つ違いますけど、はい、同じ1988年生まれということで。そうですよね。そうなんですよ。いやもう同い年ですよ、同い年。僕2001年にジャニーズに入ったんですよ。はい。で2001年といえば千と千尋の神隠しでも映画が公開された年。僕たちは13歳の時に公開ですよね。そうですよね。ね、正確に言うとその1年ぐらい前に12歳の時に多分収録はしていて、ことの重大さが分かったのは、うん、実を言うとここ数年ですね。最近です。自分の中であんまりこうピンときてなくって、この年になって海外に行っても誰に言ってもこう名刺代わりになる作品といえばやっぱこれで、あ、すごかったんだなってやっと実感してるっていう感じです。